こんばんは。ともや。リアタイできたハート。ともやくん、どうも。はい。こんばんは。はい。ですね。お待たせいたしました。インスタライブです。なぜインスタライブをしたかと言いますと、先日ですね、11月16日、僕たちですね、デビュー記念日ということで、6周年なんですけども、そちらがちょっとね、僕の体調不良によってちょっと出れなかったんですよ。BGM だるよ、お前。ごめんな。ずっとこれ流してんだ、俺。家いるとき。ちょっとちっちゃくしますか。はい、ですね、そう、休んでしまいまして、体調不良によって。もうね、元気なので安心してくださいということを伝えるとともに、もう僕出れなかったんで、その分インスタライブをしようということで、インスタライブをいたしております。いや、すいません、本当に出れなくて。特にこれといってこれをしなきゃいけないみたいなやつはないんですけど、はい、いやー、デビュー6周年ということで、生配信ではね、みんな乾杯してましたけど、僕乾杯する。あ、僕はね、ちょっと、はい、お茶がね、あるんで、もうねえし、はい、じゃあこのお茶でしっかり休んでね、大月。いや、そっちかい。いや、ありがとな、弟の心配。はい、乾杯。乾杯ウィーズ。寮じゃねえや、そう、配信みんながやってた時は、エビライとか、エビライのオープニングでね、来た、なんかすごい、なんかエレガントな。お月、俺とブレイキングダウン出るぞ。やめろよ。お月誘うな。ほんとやめて。あの子そういうことしないから。そう、エビライのオープニングの衣装で出てたんですけど、僕着れなかったんで、せめてものこのシャツっていう、はい、感じですよ。もうせめてものって感じです。本当にね、君たちブレイキングダウンハマりすぎ、メンバーに言ってるんですけど、おめえもだよ、ともや。本当にボイパニキじゃないのよ。違うのよ。ビートボックスニキって言って、せめて、はい、ハマりすぎ。マジ3分に1回ブレイキングダウンネタ派が言ってるみたいなレベルで言ってたからね、みんな。特にね、氷馬とジャン君好きすぎ、ブレイキングダウン。
まあてかルーシー君ブルーになさい、ああそう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 、髪の毛ね青色になってましたよね。俺があの F2F の時にやってたぐらいのよりもちょっと明るいのかなぐらいの色にしましたね。今日もブレイキングダウンめちゃくちゃ好きですよ。あいつはもう口を開けばブレイキングダウンのなんかモノマネしてますから。でですね、まあ、ノットイナフが11月16日デビューとともに配信リリースされまして、皆さん聞いていただけたでしょうか。あれはですね、なんだ、あ、そう、リリックビデオも出てますので YouTube にて、ぜひまだ見てない方はご覧ください。今回の曲はねもうだいぶ攻めてますから、ガツにいってますよ本当に。まあ今回もトモヤとジャン君がリリック書いてますけど、ギリギリを攻めすぎて一回トモヤなんてアウトだったらしいですからね。ちょ、俺知らないんですけど、ちょっと今度トモヤにどんな歌詞だったのか見せてもらおうかなと思ってます。よろしくな、トモヤ。まだ見てんのかな。見てなかったら今度言います。すげえな、ノイナって言われてんのみんな略すの早いね。もうフリーレもついてるんですけど、はい、ちょっとねいい感じなんで、お楽しみにしていてください。僕は相変わらず結構やっぱジャン君のところ好みでしたね。今回結構サウンドがいかつめなんですけど、僕はあの結構サウンドから好きなんですよ、ノットイナフは。運動会でやる？やらないよ。運動会であれやったらもうおかしいでしょ何やってんの君たちってなるよ多分。でまあいろいろ発表がありましたけど、まああのアルバム発売ですね、3月1日、まあ、あの昨日の JWAVE でもね告知させていただきましたけど、いや嬉しかったね、 JWAVE 出れて、リリコさんもね、はい、あの選んでいただけてありがとうございます。あのなんか再現 VTR って言っちゃったんですけど、俺あれなんで言っちゃったのかっていうと、なんか前に一回再現 VTR 自分のなんかその過去のエピソードを自分で再現 VTR やってたんですよ。なんかそれのなんかそれがパッて出てきちゃって、でなんか言っちゃいました、再現 VTR でみたいな。特に意味はないです、再現 VTR って言った意味は、はい、いやでも嬉しかったな。 JWAVE は昔からずっと聞いてたラジオなので、嬉しいですね。まああの、はい、再現 VTR の話は聞いてくださった皆さんなら分かると思うんですけど、リリコさん面白かったな。友達と一緒に聞いてました。そうで、まあアルバム発売ということで、まあ今いろいろね作業が進んでいるんですけども、まあそれを引っ提げてのスペシャルライブペルソナとなるので、もうマジ激ヤバですよペルソナ、楽しみにしててください。まあね結構2022年は配信リリースを続けてきて、まあなんか新しいスパドラっていうのにね、あの挑戦っていう意味で結構いろいろやってきましたけど、今回のアルバムは
結構皆さんも、あ、これがスパドラかみたいな、また新しい名刺代わりになるようなアルバムがね作れると思うので、ぜひお楽しみにしていてください。お待たせしましたみたいな感じですね。で、その後にホールツアーがですね、始まるということで、こちらはね、もうどこでやるっていうのは多分もう公開されてると思うんですけど、ようやく宮城に行けるということで、まあ、前回ね F2F で惜しくも宮城公演がちょっと中止になってしまいまして、ちょっとね申し訳ないなって感じだったんですけど、ちょっとリベンジをしに行くので、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。そうですね、なんだかんだあと1ヶ月でもう終わりですか、2022年。早いですね。なんかでもね、6月から配信リリース続けてるじゃないですか。なんかこうずっと配信リリース続けてこうやって作業してるとね、なんか1年あっという間でしたね。絶対に曲を新しくまあリリースするってことで、1個の作業終わったらまた新しい作業、1個の作業終わったらまた新しい作業みたいなやってたんで、おーちゃんくんこんばんはっていう感じでやってたので、なんかすごいあっという間でしたね。1年が5月か、すいません。年明けたら20歳だね。まあ2月なんでもうちょっと先ですけど俺の好きなところ1時間喋れどいつもこいつもよ、ともやもジャン君も本当に。まあでもそう、さっきノットイナフの話してましたけど、ジャン君のパート今回も好みだったよって話してましたよ。やっぱね、ああいうちょっとね大人チックな曲というかのね、ジャン君結構最強説出てるんで、ハニーベイベーも好きって言ったじゃないですか、はい、いいんですよ。聞かれちゃうんですよね、ジャン君の声に。よかったよ。え、好き、俺、お前急になんかもう人間じゃなくなったみたいな喋り方するやん。で、まあ私事の告知というかあれではあるんですが、まあね、最近すごい皆さんからもよく教えていただきますけど、あのサボンとスナップチャットのね広告というか CM に出演させていただいてるので、ぜひそちらも、でも結構流れてくるって皆さん言ってくれるんですけど、じゃあ用済んだでバイバイ最低か、めちゃくちゃ最低か、好きなとこ語らせて終わりってお前最低かお前。あ、友達が見てますよ、しっかりだって。どうも。そうそうそう、だから広告めっちゃ出てくるって皆さん言ってくれるんですけど、僕一回も出てきてませんからね、未だにスナップチャットもサボンもですね。まあサボンね結構ね使ってたブランドなんで嬉しかったっすね。スクラブとか結構使ってるんですよ、サボン。
で、今日も友達から送られてきました。今日じゃねえ、この前、いや出てるやんっつって。いや、まあ広告で急に流れてくるとびっくりしますよね。知り合いが出てたらみんな送ってくるみんなっていう、みんなそんないないけど、スナップチャット怖いくらい出てきますよ。本当ですか？僕は一回も出てきませんよ。あ、そうだ、最近ちょっとリップの話全然してなかったじゃないですか。最近また新しいリップ買いましたよ。またっつってもめっちゃ久しぶりですけど、ほんと久々に買いました。これですね、ディオールのグロスですね。なんか本当はオイル欲しかったんですけど、オイルがもう人気商品すぎて売り切れちゃったんですよ。なんでまあアンジャクロスでっつってクロスを買いました。ディオールは結構いろいろ代用させていただきます、させていただいてますね。スキンケアも結構ディオール多いし、色つきます。ドルガバ買ったよ、ありがとう。そうですね、ドルガバも出てますので、ぜひご覧ください。アイシャドウディオール、あー、アイシャドウ自分でメイクするときにシャドウしないから、基本的になんか自メイクでライブ出てくださいってときはアイメイクするけど、最近そういうときないからアイシャドウとかあんま使ってないですね。あの稲妻のとき自メイクだったんですけど、何使ってたっけな。あ、でもディオール、でも母親からもらったやつなんで別にそんなめっちゃ使うってわけじゃないですけど、というでケイトとかっすよ。本当にメイク、なんかファンデーションとかはそんななんかがっしりとしたやつ使ってるわけじゃないんで、って感じ。あ、でもドルガバさんであのファンデーションいただきまして。愛用させていただいてます、ありがとうございます。香水もいただきましたね、ありがとうございます。香水なんて結構使ってますよ。串どこのはやばいだろ、これ普通にドラッグストアで買ったやつですよ。髪サラサラで羨ましい。今頑張ってますよ、お風呂上がりなんですけど。まあ、僕のこだわりとしてはヘアクリームを最初にやってちょっと乾かして半乾きぐらいになった時に次オイルを足してまた乾かすんですよ。そしたらサラサラになります。まあ、今日に関してはちょっとブローしましたけど、こうやってウィーンっつって、今来た、こんばんは。そういえばオタクごとではありますが、11月なので新しくカレンダーをめくらしていただきました。カリナちゃんですね、今月は。いやー、目の模様です。ヘアクリーム何買ったの、なんだっけ。これも僕が行ってる美容院で買っ、それも僕が行ってる美容院で買ったんですけど忘れちゃったな、忘れちゃいました。いや、めっちゃいいっすよ。ブリーチもにめっちゃいい。
リナちゃんこんばんは、受ける。エスパもこの前インスタライブしましたね。エスパのデビュー日もう17日なんですよ。だから僕らの1日違いというか、はい、運命ですね。ね、まあコメントをねしてたんですよ、インスタライブに僕の本枠の方でもうなんかすごい言われましたね、はい、なんかツイッターで上げてる方がいるんですよ、田中こう聞いて笑ったみたいな。そのツイートなんかめちゃくちゃ回ってるし、普段の俺らの公式でなんかちょっとたまに上がる写真よりもバズってるしみたいな、はい、ツイートがありまして、わ気まずみたいな感じです。あの後すぐに僕のファンクラブのキラリ配信したんですけど、やべえマジでっつって、まあオタク全体全開でね、僕のオタク全開姿を見たい方はぜひキラリに。こんな落ち着いてないですから。グルちゃんもやばかったね。グルちゃんもなんかもう一生喋ってた。マネージャーに言われたもん、まあコウキさんオタク出しすぎですよっつって。TikTok でも回ってた？マジ？どういうこと？なんか上げてる人いたの？なんか俺のグルチャがうるさすぎてミュートにしようとしてるあのファンの方とかいましたからね、申し訳ないです、すいませんね。バブルとか結構すごいっすよ、韓国のバブルっていうなんか個人のグルチャみたいなやつがあるんですけど、バブルとかやばいっすからね、ブー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 ってめっちゃ来て、まあ尊いんでいいんですけど、今日何してたの？今日はお昼ご飯をその辺に食べに行って、ちょっとまあ買い出しして帰ってきたみたいな感じですかね。昨日ウィンターの土地そうだったね、それな。最近ジロー行ってない。これはねキラリで話したんですけど、あの荻窪のジローに行ってきました。まあ1週間ちょっと前ですけど、荻窪美味しかったっすよ。ちゃんとねレンゲも生卵もあってポイント高かったっす。で若干ちょっと豚骨味が強いというか後味が良かったですね。なんでこれで荻窪は制覇ということで、次はどこに行こうかな。館内行ってみたいんですよ、横浜の。マジで横浜の館内行きたい。今の俺の夢、横浜館内の二郎に行きたい。また二郎友達が一人増えまして、行こうってまた誘われてる。お、ジンジンだ。こんばんみ。ジンジン昨日かな一昨日かなラジオやってて、ラジオ前にいつもインスタライブやってるじゃないですか、ジンジン。それにねちょっと入ってコメントしたんですけど、一回も返事一回も読んでくれませんでした。僕のこと嫌ってるんでしょうねきっと。マジでジンジンを今度ジローに連れ込みます。
仙台駅近くにも二郎ね、あるね。マジ地方の二郎行きたい。地方の二郎行ったことないからね。コーキービートボックスプリーズ。仙台の二郎知ってんの？知ってますよ、そりゃ。二郎ってカメラ NG なんでしょ？NG ではないんですよ。でもなんか、なんかあからさまに外からこうやってバシャ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 って撮ったりとか、関係ない写真とか店員さんの写真撮ったりとか、店内こうやってうわーって撮ったりとかっていうのはダメです。はい、はい、お待ちっつってラーメンが来て、ありがとうございますこうやってラーメン置いて、ラーメンの写真を撮る分には全然大丈夫ですね。でもなんかそのラーメン出てから携帯こうやっていじれまくったりとかするのはダメです。写真撮ったらもうその後はラーメンに集中みたいな。まあね、お客さんもすごい並んでるんで、まあなんか音楽聴きながらなんか YouTube の動画を見ながらっていうのはいいんですけど、こうずっとこうやっていじったりとかするのはダメですね。最高で何時間並んだことあるの？これね、ストーリーでも前上げたんですけど、ストーリーはね、あ、ストーリーはねじゃなくて、最長は多分2時間半ぐらい、2時間ちょっとぐらい。神保町ですね。注意されます。注意はされます。すいません、携帯やめてもらっていいですかとか言われるんで、気をつけてください。何しながら食べてる？まあ音楽聴くときもあるし、YouTube 見るときもあるし、二郎に集中するときもありますね。まあでも基本二郎に集中して食ってます。ディズニーじゃん。いやもうディズニーとかじゃないよ。もう俺ディズニーよりも二郎並ぶから普通に。アトラクションと二郎どっち並ぶって言ったら全然二郎ですからね。もしバイトするならジローで働く。いやそれはちょっと無理だな。ちょっと結構ストイックなんでジロー僕多分ついていけないですね。結構もうだからお客さんの前でバイトの人とか注意されてるとこ結構見てるんで、僕多分向いてないですね普通に。今日ずっとバイトでした。お疲れ様です。ジローもアトラクションみたいなもん。それな。後ろエスパイルいますよ。山ほど。こんな感じです。いかつい人多いイメージ。まあそうかもね。でも全然女性も来ますよ一人で。若い女性の方とも全然並んでるとこ見えるし。でも前ね、全然女性関係ないですけどお相撲さん来てました。もちろん大の全増しで。コメント欄にいたらバズってたよ。ああそうそう、それさっきも話しましたね。本当に気まずみたいな感じっすよ。この前一人で一覧2回階段しましたよ。おーすごいですね。いいじゃないですか。一覧行きたいな。キマゼット二郎系しかラーメン食べないんですか？いやそんなことないですよ。結構まあ普通にラーメン好きなんで、
まあでもその中で一番マグモの伊勢二郎が好きってわけです。まあ、太麺の味濃いのが僕好きなんで、まあ一覧真逆ですけど、でも全然、まあ、おやつとして一覧をよく食べてますね。間食みたいな、間の食の間食としてよく食べてます。醤油ラーメンとか食べますか？ほんとたまに。お腹空いてきたな。スパドラメンバーとは二郎行かないの？みんな行ってくんないね、二郎は。みんな二郎嫌いな人ばっかりなんで。興味あるって言ってくれる人もいるんですけど、まあ、基本的に否定派なんで、くせえしっつって。ひどいんですよ。二郎に謝ってほしいですね。一蘭食べに行けば、一蘭はね、よく行ってるよ、メンバーと。一番メンバーとよく行くラーメン屋ですかね、一蘭は。それこそおやつ感覚で。レイ君と行ってほしい。レイ君もジロイアンですからね。行きたい、マジで。ラクちゃんラーメン苦手そう。ラクちゃんはでも言ってくれますよ。ちょっとマジジロ連れてってよっつって。普通に興味あるから行きたいみたいな。食って今度からジロを作らせます。ピアスって開けてないよね、コフ君。開けてないですね。でもマジでそろそろ開けようかなって思ってますよ。もうめんどくさいですよ、これ。いちいちつけたりさ、外したりするの。氷馬とジロ行ってきての、氷馬の氷の字がすごいことになってるぞ。氷馬ね、ジロ行ったことあるらしいんですけど、氷馬は苦手だったらしいです。ジロ、開けたら報告お願いします。わかりました。まあずっと開けない開けないって言ってたんですけどね、ちょっとさすがにめんどくさいっていうのと、まあ、やっぱピアスの方が幅が広がるんで、つけられるものの、まあだからね、開けたいなと思ってますけど、まあ言うて、いやもういいなって思ったら別にさ、外したらまあ塞ぐじゃないですか。別に拡張するわけじゃないんで。開ける分には別にっていう。軟骨開けな、絶対嫌だ。軟骨とかには絶対開けないです僕は。基本ここだけなんで。 TikTok 新作出して、ああそうですよね、そろそろ開けないとね。何撮ればいいの？じゃあ可愛くてごめんとか。福沢諭吉のやつは簡単そうですよね。下書きあったかね。あれは別にすっげー前のやつですね。あの前に上げてたやつの、まあ、候補だったやつみたいな。だから特に上げるやつではないです。可愛くてごめんやって、すごいな、めちゃくちゃ来るやん、そのコメント。ミッフィーね、なんかもう なんで TikTok 撮らなくなっちゃったんだろうな。なんか今になって恥ずかしさがまた出てきたのかもしれません。スキズ、あスキズあれ覚えるの大変そう。
いたらでいいのよっつってね、サボりまくってるんで、さすがにまずいなって思い始めてる今日この頃です。髪色何色に染めたの？まあ青なんですけど、ちょっと落ちてきちゃいましたね。光に当たってちょっとわかるかなぐらい。バズらしてくださいよ、じゃあ本音。実際に見てみると結構青いですよ、髪。襟足も伸びてきたし、久々にしてみたけど何すればよくわかんないですね。やっぱキラリとかだと本当なんか著作権とかないんでいろんなことしまくってますけど、インスタライブって難しいですよね。ほんと何すればいいって感じ。インスタライブ？俺なんて言ってた今。え？あ、TikTok って言ってた？すいません。インスタライブっす。例えばこの前作ってた曲がね、なんとなくできましたけど、まあただのサンプリング、いい意味、よく言えばサンプリング、悪く言えばパクリがねできたって感じです。曲作りはね、もう最近ちょくちょく開いてるぐらいですかね。Anyway, anytime, I will be
特にないですね。サウンドクラウド作っても俺できないですから、曲なんて作れないっすよ、ジャン君みたいに。これですか、みんなが言ってたやつ。初見です、こんばんは、ありがとうございます。載せてないですからね、別に。コロナなのなら元気ください。大丈夫ですか、作ってましたね前。これはもうなんかもうこれ以上手の施しようがないのでやめました。最近泣いた？泣いてない。そうじゃん、 GBB もうチケット取れるじゃん。取ろうかな、マジで。後でやろう。ピョピョピョ、バブルってどんなこと送ってる？まあ日常のこととか
オタクのこととか思ったこととか、音楽シェアしたり好きな動画シェアしたり、配信しまくったりラジオしまくったりって感じです。まあでも GPB エントリーしたいんだよな。だからもう本当にレベル高すぎて無理だよ。なんか最近日本勢の日本のビートボックス勢が熱すぎて、うますぎて、なんかもう無理、絶対勝てない。シンプルに見に行こうかなって思ってるけど、まあ日本でエントリー、日本で来年でできるんだったらエントリーしたいけどね。あーバブル、あバブル、なんだバブル、あごめんなさい、なんかもうむちゃくちゃになってたわ。バブルでどんなこと送ってんのすいません、めっちゃキラリのことだと思っちゃいました。すいません、バブルはね、あのはい、個人的にみんなが話しかけてくれるだけです。僕はそれを見てるだけです。返信もしません、はい、めちゃくちゃ嫌いだと思ってた、ごめんね。なんだろうね、似てるからかな。バブルでオタクの話してたらやばいだろ。やばいね、バカだね、すいませんね。ハングル読めるようになった、いや無理です、ハングルは一生読めません。服どこの、これ確かクルニだった気がする。今日カジさんクラブイベントやるよね。カジさんだけじゃなくてサルカニ全員じゃない、違ったっけ。ルーシー君もストーリー上げてたし。ループステーションはもう無理、本当に無理、むずすぎ。まずルーシー君絶対通るじゃん。で仮に俺が出して通ったとして、まあもう即ルーシー君にボコられるやん、無理じゃん。もうほんとに。バブルって何ですか。まあ韓国のファンクラブみたいな感じですかね。ファンクラブではないんですけど、なんか個人ファンクラブみたいな。でなんかチャットが送られ、なんか LINE みたいな感じでチャットがあって、その推しからいろいろ送られてくるみたいな。送れるんですけど、人によっちゃ読んでくれるとかあるらしいですよ。ごめん、沢村レブロをかけたから見て、どうぞ。要するにキラリね、まあキラリの方がちょっともっといろいろあるけど、あるかなって感じ。キラリのグルチャみたいな感じかな。ピリちゃん呼んでくれる、そうなんだくんのキラリやってるかもやってます。ぜひぜひお越しください。キラリの画質どうにかしてほしい。悪いんだね、俺から見たら分かんないからさ。キラリは有料ですね。
ロクロしてください。そういえば6周年おめでとうございます。ありがとう。まあそうです、なんだかんだその前回6周年記念ライブが出れなかったからのライブなんですけどね、はい、すいません、本当体調不良で欠席してしまい、喉ベース聞きたい、フィルターしてください、注文が多いな。プシュッ、みたいな感じですかね。TKK、 TKK はできないっす。できない、俺できないからってやってるんですよ、を入れてるんですよ、僕はできないから。ビートボックスバトルのカジ君マジでバカったよね。あれマジできないよ俺。猫がいます。チャブワのビートボックスやろう。あれビートがないからできない。そろそろスクショタイムしますか。じゃあアドリーがないですね。やったか。うわ、服が。
ああ、兵馬がやってたやつ。最近やってないですよね。やっぱインライ画質いいな。画質いいっすか。マジわかんない。 TikTok もインスタもキラリも全部僕がやってる側だと一緒だから。みんなが言ってる動脈ピースって何？どういうやつ？わかんないんだけど。ギャルピー、猫、犬、猫、犬、可愛いんですよ。け、なんだっけ、ヘボンちゃんのメイキングのやつ。動脈にピース、動脈でピース、どういうこと？マジわかんねえんだけど。わかんなすぎるな。首にピース突き刺す。どういうこと？マジでわかんねえ。マジあれか。いや、それな。皆さんこんにちは。お元気ですか？私は元気です。皆さんお元気ですか？皆さんお元気ですか？はい、最近上がったやつですね。マジ見てください。 NMIX のマジやばいっす。猫、犬、猫、犬、ピースの人差し指と中指の首に当てる。は？どういうこと？こういうこと？意味わかんないよね。すいません、わかんないっす。最近流行ってんの？やばいな、俺ちょっと流行り、ちょっとダメだ、情報収集不足だわ、はい、どこのアイドル？それ誰に言ってますか？ヘモンちゃん、俺は スターダストのスーパードラゴンっていうアーティストやってます。ヘモンちゃんは JYP 所属の今年の2月からデビューいたしました。何人組？ 7 人組のヨジャドル女の子 K-POP グループです。平均年齢は僕らより下です。はい、ということで、まあ1時間経ったのでね、そろそろ終わりにしたいと思います。手の向きが反対なのよ。もうわかんねえって。もうやめて、笑われるから。本当にもう笑われるからやめる。後ろ誰かいるの？これエスパですね。僕の推しグループです。ぜひ皆さん見てみてください。エスパマジで。曲もいいんですけど、とにかく美女がやばいんで。はい。カリナちゃん。カリナちゃんがもう。いや、全員やばいです。カリナちゃん、ウィンターちゃん、あの、ニンニンちゃん、ジゼルちゃん。やばいんで全員。はい。よろしくお願いします。僕の最愛の推したちです。はい、ということで、まあアーカイブは一応24時間残すつもりなんで、はい、スクショタイムでスクショできなかった方、見逃しちゃった方、ぜひアーカイブをご覧ください。ということで、そろそろ終わります。夜ご飯を食べてないので夜ご飯を食べていきます。はい、なんかラグすごいね。ありがとうございました。カムサムニダー。ありがとうございました。Thank you very much. シェイシェイ。こんばんはよ。サンゲー。愛してます。Love you. さよなら。おやすみなさい。Goodbye soon. Good night.
ちんちゃんましそうよ。いや、ちんちゃんましそうよ。今それじゃなくね。はい、ご飯食べていきたいと思います。のむのむちょうへなどちょうへさんげ、じゃあじゃあおやすみ、グッバイ、バイバイ、ありがとうございました。